お疲れちゃんです。ラットです。そして、よっしゃー、焼き鳥です。よいしょー。はい、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 と。いうことでね、今、まあ、台湾に来てるんですけども、はい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 。しゃあなしで、ちょっと動画を撮ろうってことで、まあ、焼き鳥とね、まあ、今日もしゃあなしでコラボしていきたいなと思います。思います。ね、で、今日はね、こちらの、まあ、メガナイトロイフグネッギを使って、これが、まあ、ちょうどね、一番上にあったんで、強そう、もう見た目が強そう。確かに。見た目でわかるやつやな。ロイフグ入ってたら、大体強く見れるね。そう、強そうだったから、まあ、これを使ってね、はい、まあ、今日は、トラゲしていこうっていうところで、そこそこ頑張ってね。まあ、そう。ちょいちょい、ちょいちょいちゃんと上げてるんよ。あ、そうなの。うん。っていうことでね、まあ、マルチをね、今日は参戦、いきたいなと思いますということで、さあ、マルチな、今何が、今あれ、ん？あ？何やねん。あれって何やねん。あのベビドラのムートだったりベビドラドラナイトの遅延スケラしかいないぐらいでスケラめちゃくちゃ多いな。3回に1回来るから、これは三重視の構え。まあ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 、まあ、言うてやね、言うてだけどもしんどくねみたいな。まあまあまあ、まあ、さあ、あ、3視だ、出たよ出たよ。あ、これはジャイ3視や、構えや。やべやべ。え？ディガオヤ。え？コウモリリ、珍しい。おや？おや？なんだこれは。珍しい。あ、ジェイサンシの。え？え？いや、ジャイじゃなくね。ディガオ入ってるし。うん。ごめん。ごめん。なんだろうね、珍しい、珍しい、ね。ちょっと特殊な形の。特殊な形の三重子。まあ、三重子に変わりはないな。普通にガグ群れをコウモリに変えただけっていう可能性もなくはない。これ、攻めっぽい。本当に？え？何これ、ね、許容。え、ちょっと待って、これエリポニポイズンしたいんだけどさ、やば、え、怖い怖い、何が来るか分かんない。これ怖い怖い、裏に裏に裏三潮見ポイズン。全然違うやん。え、普通に相手電波死んでたせつない、こんな遅れてギャング出さんやろ。え、 そっち系そういうこと、そういうことじゃないの。え、またそこに出すの、やばいやばいやばい、あ、やばい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 と思うやん。なんとかなんとか頑張って。ザッピー。言うてやばくね、言うてやばくね。痛い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 。え、何さっきのは。絶対、あれでしょ。電波ちょっと。電波じゃないの。もしくは。ちょ、台湾からの電波でやっつけたいみたいなことある。むしろこっちから。そう、日本の電波をやっつけた今。やばよし、まあ、ロイフ出して、これマジアチャ出していいかな。あ、ポイズンでいいや。これ、どうせギャングとか来るから。ん？え？ペッカ三子か。ああ、なるほどな。あー、なるほどな。気づくの遅かったな。やばいな、これ。これ、片目出しゲーミング変えた。これやばいな。まあ、メガナイトちゃんいるから、俺には。全然、全然片目出しやないやん、焼き鳥さん。いや、今のは片目出しでよくね、だって。あ、でも、焼き鳥すぐ嘘つくからな。もうメガナイト読みされてたんや、もう、ラット。こいつ、さっき TV で見たぞって。そんな？さあ、これも、ハードカウンターですね。しかも相手3種使ったからもう小物系とペッカしかいない。だからこれもポイズンは見てから今、いや、お、打たない。うん、お、ほんとだ。これも美味しいポイズン、美味しいポイズン。お、マジで優秀みたいなのがある。それこれ勝ったな、守れるな。これはこれは守れる。逆サイは無視してもいいからね。本当にそれ嘘やね。え、無視ってよくね、普通に守るでしょ、だって。はい、えい、えい、よいしょ。今日焼き鳥静かやん。どうしたん？なんか焼き鳥いつもなんか俺の動画の時になんかシャシャってめちゃくちゃ喋るのに今日なんかめちゃくちゃ静かやん。いや、あれないよ、やっぱり。なんで？ちょっと何恋でもしたん？話聞いたようか。うさ聞いたようか。空港で普通に泊まってさ、もう体力的にバテたんや。で、あとあれやん、やっぱ夜撮んないとさ、テンション上がんないみたいなとこね。いや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 、関係ないな。関係ない。いや、そんな今から上げていかんと。いや、夜テンションってあるやん、やっぱ深夜テンションな。あ、それな。夜テンションそれな。夜テンションは初めて聞いた。深夜テンションの手前ぐらい。夜で恋したん？実は何ちゃん、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 実はおっちゃんに。ひどいひどい、マジでこれはひどい。やめて、俺の動画がその一言によってボツになるから。よし、締め締め。願い通り。やば、初めて聞いたわ。おっちゃんはないな。思いつかなかったね。マジでコメント欄、焼き鳥クソおもんな、おもんな、さすがにないわって。
荒れるで、大丈夫、今日荒れる。じゃあ俺よく言われるって返事してく辛くなるな。やばいやばいやばい、おっとこれ、これ相手範囲攻撃、範囲攻撃縛りしとるな、これ、きっとあとボンバーとか入ってるで、これさすがにないでしょ、すぐそうやって冷めた。これ多分延命できるくね、確かに、これいい、頑張れ、オッケー、よいしょ。で、まあまあまあ、バルキリーが厄介だな。これ、あれやね、初期デッキ構築タイム、ね。確かに。縛りやっとるな、これ、うん。これ縛りやな。これ、入ってから打っと転がして、オッケー。いいと。やっぱ初期デッキ。初期デッキや、これ。これでも、もう一体ぐらいなんか付け足してくれたら美味しいよな。いやだから、え、マジで、え、クラシックちゃん、さっき冗談で言おうたのに、やばやばいやばいやばい、冗談じゃないやん、ガチやん、やばいやばい、え、やばいやばい、ザッパー初期じゃねえぞ、え、やばいやばい、やばいやばい、ザッピーザッピーえ、ザッピーザッピー、いや頑張ってっていう、お前、あーなるほどね、え、これマジで相手初期デッキやん、やばくね、でもこれこ、え、これやばくね、だってこれで57まで来たん今、やば、それはやばい、いやあれじゃね、間違えたデッキで入ったみたいなこともない、え、俺それに、ね、結構いい試合したの辛くね、さっきもなワンチャン電波説あったからな、うるさい、あーやばいやばい、痛いマジやっちゃう、頑張れもうちょっと、でもこれさ、あいつスペルあった、ザップがあるよ、もうザップだけやん、これ頑張れば耐えるくね、ってことで、あとは引きこもりたいなと思います、そうやってすぐ引きこもる、本当にクロス使いとしてそういうのは許せないわ、いや、よう言うたらクロス使い言うたやん今、さすがにないわ、焼き鳥さすがにないな、これでも普通に勝ったやん、普通に勝ったわ、なんか何もなしに、なこんなんでいいの、これとボツ動画じゃねなんでなんでこれがボツ動画になるかもしれない、焼き鳥が面白いこと言わんからやで、でじゃあ何、なんか焼き鳥にかかっとるで、この俺の動画が今日出るか出ないか、俺あれなんよ、今日調子悪いわこれいつも言う、いつも動画撮ってる時に今日ちょっと調子悪いわ、今日調子悪い時やは、ダメやわ、自分の動画になったらあれか、あれやからテンション上がる人やから、やばやば、それは気持ち悪いよ、ラットの動画はボツ動画へ追い込むわ、やめて、まあ勝ってるからいいな、まあ確かにな、今2連勝やで、ちなみにあんなデッキ負けてたらマジモンのボツだって、ちょ、今のデッキはこれやばいでしょ、なんやこれ、これやばいでしょ、だって単純にやばいでしょ、もしかしたらこれでトロアゲしたの、これ強いかな、あ、最後それでいってみるみたいなことねもしかしたら説ある、うん、本当に、やっぱそういうチャレンジをしてかんと、チャレンジ精神大事や、これで勝てると思っとる無理でしょ、いやいやいや、だって100負けるくね、使ってるやつがいたんだから間違いないよ、よし、いきます、これ並び替え大事やね、これ見栄えな、あ気にするんやな、パクってませんよアピールでしょそれ、いや違うオリジナルで言ってる、違うそういうのやめてくれ、やっとすぐそういうことやるから、じゃあその左上からそのコスト順からのなんか主軸とかの右下にはそのスペルだったり、左下には建物だったり、こういうね並び順、そういう細かいことがちょっと気になるんやな、俺右下スペルで左コスト順で並べていくで、いや今俺言うた、すぐ真似するやん、焼き鳥そういうとこあるからな本当に、だいたいそうじゃね、いやでもまあ、あれか、まあ、人によるよな、それ意外とね、そういう並び方いろいろある、これ間違いしないんだけど、俺なんなら Wi-Fi あれだよ、ね、赤トルネードが今画面に出た、まあ一緒来た、お羽かける羽、え、それマジで、うん、よろしく、待ってごめん見れないわ俺、なんで感染できない、おい赤トリで出とるやんけちょっと待って、さあラットにもその呪いが、これさ、ちょっと助けて、初手事故っとるって思うけどさ、もう常に事故っとるわこのデッキ、すべて初手事故だちょっと事故確定、これだってバルキリーフリーズで攻めるデッキやろ、お挙式バレる、いやなかなかめんどくさくない、だってザッペーだ俺、あそっかフリーズ防衛やな、ちょっとアプリ落としてくるわ、うん、助けてこれ、これやばくね、だってもうネクロ理論上やばいよな、おおいいネクロ、いいネクロ理論上やばいよなこれ、だっていやでもこれで相手のやばプリンセスずれ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 いって待って、これワンチームフリーズとかまだやな、まだ焦るな、これターゲット取ってからでいいな、ちょっとウィザードをこう
ちょっと残してあげたいな、気持ち残してあげる。キョスケ迫撃バレル、そう俺が聞きたいわ。向こうおーキョスケロイジャイ、キョスケロイジャイバレル。でも前そんなデッキあったな。え、迫撃は入ってね、やば、攻撃4つある。キョスケロイジャイ迫撃バレル、フリーズしていいけどコストね。これフリーズしたらタワー落ちてたわ多分。あー、そういうとこやな、それな、甘えてんな。このデッキの使い方教えてくれ誰か。俺クラルは起動しなくなったわ。知らねえよ、永遠の 50% や。最後ぐらい勝ちたいみたいなのがあるけど、これは一回我慢だな、うん、我慢する。相手フリーズしてくれそれ。さすがにないでしょ焼き鳥。あ、ここフリーズしてくれで。ないでしょ。これでフリーズだったらびっくりするわ。でこれ問題がプリンなんだよな。あのプリンちゃんどうやって処理する。プリンちゃんフリーズで、プリンちゃんフリーズで処理できねえよ。凍結させる。プリンセスを凍結させて。全く思んねえよ。おや、おや、これさ今日調子悪い。気づくの遅えよ、気づくの遅えよ。ウィザードこうさ大丈夫よな。大丈夫大丈夫、オッケー。ネクロン、え、これさワンチャンミニペ出して、あるある、相手止まんなくね、これ。え、これ歩くね、だってね、ロイジャーで多分受けてくるでしょ。ああ、すぐそういうことやる、本当にもう。そういうとこやで、ね、パート2。あやばい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 、バレるくるバレる、やばいやばいやばい、コストねえし、何このデッキ、やばいやばいやばい、勝ってるわけないやんこれで。そうする、何今日変わり種デッキに当たりまくろうの回なの。やば、確かに確かに。ちょ待って、今日これやばいデッキしか当たってないやん。お前ってウィザード強え、テンプレなんてねえやんね。これさ、おい気づいた、バルキリーミニペ最強ね。ちょっとあれ、ザップ構えとけ、ザップ構えとけ、来る来るで、スケブが。そう、あ、ずるいずるいずるい、コウモリまた、あー、これスケブの前や。あ、でもバルキリーの、これ無理だ。 あフリーズ防衛、わー、いい防衛、いい防衛、いい防衛、ロイジャーが入ってる、ロイジャーが入ってる。いや、痛い痛い、終わったやんけ。終わったやんけ。いや、まだ耐える、まだ耐える。あー、まあそうだよな、そんなるわ。相手ワンチャンスペルがないみたいなことね。ほんとに、でこれのワンチャンのフリーズで持ってくみたいな。いや、ないでしょ。フリーズで持ってけないやん、こんなん。コウモリ、ギャング、終わった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 、気合で守れ、気合で守れ。はい、まあそうだよな、おやすみおやすみ。ああ、俺のトロフィーが焼き鳥によって本当に消された。今日何よくわかんないデキパックあったらやな、これやばいよな。このペッカさん氏からのわけわからんクラシックデッキチャレンジからのクラシックデッキ、クラシックデッキパート2。スペルがない、やばいよね、これやばいな。でこれ最後のデッキ使ってたらマジアチャ無双でウッド待って100勝ててた。100もう言い切れるよ、この本当にすぐ遊ぼうとするからと思う。ああ、そういうとこあるよな、焼き鳥。そういうとこやばな、まあ、しゃあないなっていうところでな。今日のな、これメガナイトデッキマジでおすすめ、めっちゃ強かった。確かに。とあとはこの相手のね、このデッキ、ね、このウルトラレアを持ってないって方、あ、絶対いると思うんでね。おすすめだね、これおすすめ。本当に、いやだってそんなおすすめしていいの。ちょっと待って、だって歩くね、本当に本当に。なんかデッキ迷っててちょっとウルトラレア持ってないなって方はこのね、このデッキ、うん、誰も使おうと思わんけどな、これですね。ぜひね、使ってみてください。ここまで来れるみたいなんでね、ユニレベルあれば。そうだね、ぜひ使ってみて。俺よりもトロ高いから。ぜひね、はい、使ってみてくださいというところで、今日はこんぐらいかな。そうやな、最後に焼き鳥、ポツ動画じゃなくて、ポツ動画じゃない、これ。えなわけないやん、俺真剣に撮っとったやん。俺が真剣に撮った、真面目に撮った動画をボス動画とか言わんでくれっていうところでね、まあ、しゃーなしで焼き鳥のねチャンネルも貼っとくので、皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。焼き鳥のチャンネルでもね、まあ、僕とのコラボ動画上がると思うんでね、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。嬉しいですね。というところで今日は終わりになりたいと思います。ではバイ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 。